どうもなつめです。どうもなるみです。唐突なんですけど、なんかちょっとしたおすすめ漫画を紹介しようかなと思って。ほい。はい。最近読んで面白かったのが、信長を殺した男って読んだことありますない。ない。あのね、正式名称はね、信長を殺した男、本能寺の変431年目の真実っていう漫画なんですけど。ほう。何明智が主人公なのそうですね。 信長殺したことを言えば、まあ、明智なんだっけ光秀だですけど明智光秀が信長をだろう闇討ちしたわけでそれ以降明智光秀ってちょっとずる賢い人みたいなイメージついてるじゃないですか一般的にはでもそんなの本当は嘘なんだっていうのを明智光秀の子孫が言うわけですよ今今も生きてて研究して本当は明智光秀っていうのはそんなずる賢いとじゃなくて やむにやまれず信長を討ったんじゃないかとかあるいは秀吉に騙されたんじゃないかみたいな結局歴史ってさその後に勝ち残った人が作るものじゃないですかいろんなストーリーを勝手に作っちゃってなのでこの明智光秀の子孫は今信長あの秀吉によって明智光秀っていうのは不,不当に貶められてるみたいなことを考えてじゃあ 明智光秀が主人公の漫画を作ってみたらこんな感じじゃないかみたいな風に原作者になってやってるんですよね。だから今、一巻の写真、あの、表紙にえあるじゃないですか。このめちゃめちゃかっこいい人。これ明智光秀なんですよ。だからこのね、原作者も、なん秀吉によって明智光秀像がちょっと歪められてる。そういうのは良くないっていつも、めちゃめちゃ明智光秀今美化、美化しながら描いてるっていうのが、ちょっと面白いんですよね。 ふんこれね歴史ものとしてすごい面白いもともとは小説が原作にあるんですけど明智光秀のイメージって多分僕らはあの本当本能寺の変を起こして裏切り者でそしてすぐに秀吉に打たれてしまったっていうイメージしかないんですけど本当はもっと何か深いものがあるんじゃないかっていうのは書いてあるんですけど歴史もとしてねめっちゃ面白いんですよ。 これ著者が明智健三郎と藤堂さんの2人ってどういうことなのなのでこの明智健三郎さんっていうのが原作者でまあ光秀の子孫なんですよねそうなのそうそうこの人は今ググったら明智光秀実は殺してない予説を提唱しているがあの完全にそんなわけはないと言われてるみたいな,なんか書いてあるそうそうこの人は明智のなんだろう胸を晴らしたいんですよ うん面白い、うん、だからねこの人は原作のこの信長を殺した男の中では秀吉がめちゃめちゃ悪いやつに描かれるっていう。へ<ー>まあやり返してるんですよだから。はい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 、うん。秀吉は歴史をいいように描いてるって言ってるんですけど自分もじゃあいいように描いていいみたいなのがこの作品。この中では明智光秀がめちゃめちゃなんだろう魅力的な人間に描かれていて。 ヒ吉は本当にずがしこがやられるってる、ね。その対比とかもすごい面白いし、あの、ア智光秀が、いかにしてね、信長ダンを2枚にまなりやがったかっていうのがちゃんと描かれてて、普通にその辺知らなかったので、ストーリーとしても面白いんですよ。これ今ね、5巻、6巻出てるかな ?5 巻かなサクッとね読めるかのでね、彼らこれ結構おすすめしたいですね。ふーん。 正月これを読みました僕は歴史好きはね多分好きになるんじゃないかな僕歴史好きになる素養絶対あるんだけどうん、なんかとっかかりがないわしあと途方もないというかうん何だろうな歴史好きな人になりたいけどそこに行くまでにはちょっと大変そうだなみたいなまあでもこのなんだろう本能寺の変が実際どうだったかっていうのはさ もはや実際のとこ分かんないんだけど結局めちゃめちゃ明智光秀で B 記で見るとこうなるっていうのが描かれているっていうのが面白いですねこれねレビュー見ると結構ねフェアじゃないよこんなのっていう意見もめちゃめちゃあるんですよあからさまに不平等だしなんだかなっていう声もあるんだけどまあそんなのそそれでいいんじゃないっそんなのどっちから書くかっつう話じゃないそうそうそう,うなので これは今までに少なかった明智光秀サイドをかっこよくした漫画っていうところがちょっとね,ね面白いんですよね。そのサイドっていうの大事ですよね。僕最近「キングダム」をもう一回全部読んで。もういいだろ、もうあれは。もう一回全部読んだんですけど。思考、ね、帝は全部統一するからあれ。<laughs> わかんない、わかんない。統一するから。え成美さんそういうネタバレ派 僕、そういうの本当にやめてほしいんですけどネタバレですけど僕、そういうの本当にやめてほしいんですけどシーンはねあの、統一に成功しますちょっとそういうの本当にやめてほしいんで、うん、まだどうなるかわかんない未来のことを、うん、めちゃめちゃいろんな国攻めてくるけど全部勝ちますいや、ネタバレ派はやめてください、うん、で、それって僕見てて思ったんですけど、うん、完全にどっちから描くかだねもうういや本当そうそう、侵略されてんじゃんうん。 そうだから侵略してそこを統一した人たちが自分に都合のいいように歴史、うん、絵巻みたいなものを作るわけじゃないですか。うん、でそれが後世まで残ってしまうからまあ多分僕らはねまあやっぱり秀吉らに家康なりの,の,の,の残したい歴史を学んでるっていうのはあるかもしれないですけど、うん、っていうふうに主張してる光秀さんのストーリーが面白いっていう。へえ面白そう。そういうまあこれあくまでもこっちサイドの話ですよって見ながら読むとね。 いいんじゃないいかななっていうねうん、うん、なるほどね、そのサイドの話はあるよな、さっきのキングダムもそうだけど、誰かが喧嘩しててもさ、うん、あいつが悪いんだって、また劇で聞いてもわからんよね。わからんね。わからん。そこで、うん、そうか、じゃああいつが悪いんだってなっちゃだめだなっていう、そういう話もあるし、うん、ちょっと向こう側の話も聞いてみないとわからんなっていうのが正しいのかもね。そうっすよ、だって両方自分たち正しいと思ってるからね、結局ね。うん。しょうがないっちゃしょうがないんだけどね。 そうキングダムでも侵略してくんなって言ってたあ確かになと思ってうん自分たちの大事に育った町壊すなって言ってたああそうだよなってそうっすねうんうんえー、ちょっと面白そうっすねこれうんこれはおすすめちなみに歴史物でもう今の年から行くもんじゃないな昔に知っとけば知,きた知っときたかったなっていうのは三国志うん詳しい人って詳しいじゃないですか 三国志でも一回読んどくとめちゃめちゃ面白いよじゃあでもさゲゲ関羽みたいなんかそういうのがあれで見るのあれで見るのが一番いいマジでじゃじゃじゃもうちょっとさ何こういうさ信長を殺したみたいなんとかさいやもうね三国志もいろいろあるよもちろんあのゲ関羽ってやつは蜀の国サイドから見てるんだよねはいうん 多いんだけど一番そっちのパターンが諸葛亮の立場から見てると、うん、でも作品によっては曹操を主人公にしてるってもその次ぐらいに多いと思うんだよね曹操、うん、ってかなり残虐なとかさまあ破天荒なキャラとして描かれてるんだけどだどっちとも読むと面白いと思うしでも最初に一番流れがわかるのはやっぱ下ンウのね横山ミステルの三国志ないかなと思うけどね そっかあれまともに読んでないんだよないやあれ一回だけでいいからまともに読んでほしい全部なんかんだろうたった60巻だからいやわかるんだけどさ、うん、僕だって最近読んでるの結構それなりに何いいレビューを通ってきたのを見ちゃってるからさちょっとそれなりに磨いてくれないとねあのんだろう横浜さんの三国舎はもう夏目漱石の心みたいなもんなんですよねおお古典みんな古典として 履修してきてきるるかから会話にも引用されるじゃないですかはい、はい、だから、この知的な集団に夏目さんは入れないんですよ、もうこれからずっと。そう言われると入りたくなるね。三国志を知らないと。いや、ほんとそうよ、そうそう、うん。え、やっぱあれ、東南の風吹いてきてるよね、今、みたいな話、分かんないじゃないですか。分かんない。東南の風っていうのは、積極的戦いの時に、諸葛亮がまもなく東南風が吹くっつって、ブオーっと風が吹いてきて、うん、それだって船がバーンみたいに行って、うん、風を読んだことによって、 そうそう、一気に倒してしまうっていうね。そういう逸話から来てるという。うん、そういうのが、あの、例え話として出てきがちなので、はいはい。一っ知らなくて。<laughs> <laughs> <laughs> でも知っとくと、ちょっと面白いんですよ。例えば日経新聞の広告にも使いたいとかしてさ、うん、まあちこちで参照されてるのは間違いないので、ちょっとしたこれ、あれのパロリーだなとか、うん、あれのマージャーというのがわかるっていうのは、 古典を何知る楽しみの一つじゃんって思うけど、ねはい、そういう意味で文句なしで参照される数は多いと思うこれちょっと乗り遅れちゃったんだよな多分何中高生の時に読んでたらうんよかったかもだけど今からなんかだからまあいいとかあんまそういう毛嫌いせずにまあでも僕は5年に一度ぐらい前回読んでるからそっか、うん、5年に一度ぐらい前回読まないと忘れちゃうんすよ5個大将軍誰だったかな うんちゃんと覚えといた方がいいですね。昔、博報堂の社長かなにあのが、大学生の時に会う時になんかなぜか会う機会をいただいてで、その時に会うまでに坂の上の雲読んどけって言われてうんで、もうあれぐらいの大きい会社の社長だと、うん、もうそういうような戦い方だとうん、うん、で結局、僕は読まなかったんですけどなんかね 何あの司馬太郎系うんうん。成美さん読んでます坂、ね、の龍馬が行くとか。え、もと龍馬が行くは読みましたね。えなんだっけ三浦兄弟なんだっけ前だから覚えてないっすね。なんとか兄弟だよね。ドラマでもやちょっと見た気がするなでもあれも、いつでも見ればいいんじゃないのそうなのよ、ね、僕入ってるのよ、Kindle には。うん。 あの辺面白い面白いんだろうね。面白いですよ。面白いですよ。それは面白いよ。<laughs> そっか。うん、いや、なんかちょっとハードルあるんだよな。歴史もの。最初の1時間ぐらいじゃないハードル感じいや、そうなのよ。その最初の1時間で。ハマか。はまると、もうずっとはまる自信ある。うん、三国志はまじ1巻で、まあ、主人公のお母さんがお茶を投げるシーンでもずっと入ってきますね。ああ<ー>。そこまでね、10分で済むから大丈夫。 すぐね、そあと、高菌の乱とかね、いい感じの流れいくから。お茶のところは覚えてる。覚えてる。うん、最初だからな。そ参考までは見てる。<laughs> いいじゃん、ちゃんとお茶持ってきてくれたのに、そんな偉そうにせずに。<laughs> しかも、あのさ、お茶のこのスローイングがすごい、結構遠くに飛んでるのが面白いんだ。<laughs> いいフォーム投げてる、ね、そう <laughs> ババアガっていうのが面白いんですよ。<laughs> そっか。はい。えー、これでもさ。 なるみさん、気づいてるあの、年齢重ねて、サウナがいいぞ、赤すりがいいぞ、三国志がいいぞって、なんかさ、<laughs> だんだん結構、パーフェクトおじさんに近づきつつない。<laughs> もっとキングヌーとかさ、こう、藤井風みたいなのを教えてよ。パリピ孔明っていうのがありまして。読んでないでしょ、なるみさん。一応読みましたよ。孔明がね、転生するってやつなんですけど。うん。でもそういうのも、三国志、 原点読んでなないいいと面白くないんですよいやそうだと思う、うん、だから古典は一回触れとくっていうのはパーフェクトおじさんじゃなくても思いますけどねいやーなるほどね音楽のアーティスト、うん、曲を作る人があなたの好きな曲は何ですかそれのルーツをたどっていくとうん、うん、どういう音楽が自分の中にあるのか、うん、そういうものが分かるからルーツを知れっていうんですけど、うん、多分三国志とかが基盤にあるんでしょうね まああるだろうね。うん。そうっすね。なんか、泣いて馬食を切るとかさ、三個の例とかさ、うん、普通によく使う言葉っていうのが、ここで出てくるみたいなのが、やっぱちょっと興奮するけどね、読んでてね。しないか。しないかな。今時っぽい三国志の漫画あるかな。いや、今時っぽくなくていいの、あれはもう。そうなの。ドクター・ストーンみたいな感じで見たいんだけど。うん、いやいや、もうね。 横山見捨てるが最高だからねほんとそっかじゃあ見るかうん一回見た気がするんだけど何にも覚えてないんだよお茶捨てるぐらいしか多分一巻で終わってると思うよそれ <laughs> ないんじゃないかなそっかうんいやその「警符ルーツ」 の話で言うと、最近少し面白いなと思うのが、ポッドキャストのルーツ。例えば最近、やいやいラジオというものがありまして。ありますね。ゲスト出てもらいましたもんね。あれを例えば初見で、ああ、いいな、楽しいなって思った人は、うん、ルーツをたどると、うん、あれは実はどんぐり FM から来てるかもしれなくて。なるほど。あの、やってる人たちがどんぐり聞いてくれたっていうね。そう。うん、で、15分ぐらいにしようとか、1回で、うん うんうん、パターンはいくつかあって15分ぐらいで1本、うん、1>, 1本でワンメッセージで1回の収録でいっぱい撮って撮りためて、うん、徐々に小出しで出していく、うん、みたいなのですね通称どんぐりスタイルと言われてました <laughs> 本当はやっぱ名前付けたもん勝ちを字でいく感じだもんやっぱり <laughs> そうそうどんぐりどんぐりスタイルと言われてま、うん、んすねまあでもそれは結構当然でうん 日本の4大ポッドキャストってコリドンニュースって言われてて。ああ、なんかたびたび夏目さん言ってますけどね。そう。古典ラジオ、リビルド、ドングレフェム、バイリンガルニュースの4つがコリドンニュースで4大ポッドキャストと言われてるんですけど。<laughs> まあその1個のこう、いろんなね、系譜があるんですけど、ドングレフェムの、うん、をたどっていくと、あのその下に階段 FM、ややいラジオとかいろいろあり。で、ちなみに、そのドングレフェムは、 タイトルの前にナンバー入れて、うん、でナンバー81とか入れて、うん、でリンクを概要欄にバーって貼るってもうこれはですね完全にリビルドスタイルなのでそうですねそう、うん、だから僕たちの上にリビルドが、うん、でそのリビルドも実は安住慎一郎の聞いてるかもしれないしみたいななんかこういうね脈々と受け継がれていく系譜があるわけですよ確かにそうですね <laughs> これがポッドキャストのルーツあなたが聞いているポッドキャストも実はいろいろなルーツがありもしかしたらあなたが聞いている他のポッドキャストもドングリ FM も参考にルーツとなって聞いているかもしれないです自分がよく聞いているポッドキャストの人たちが聞いているポッドキャストって知りたいですよねね、うん。いやいやいやなるほどね何の話でしたっけ漫画ねうんいろんな見方があるから歴史っていうのは それぞれの見方、両方読むと面白いかもね。うんうん、その本能寺の変もそうだし、三国志もそうだし、もう両サイドから書かれてるわけなので。あと、まあよく言うのは、歴史は繰り返すんです。なんかそういうの知っとくと、ちゃんと未来に生かせるって話はありますよね。うんう、ねうん、三国志で起きるいろんなトラブルって常に起きてるわけでね。うん、あ、これ三国志で習ってやつって思って僕はや解決してますからね。かっこいい。うん。 あこれは3個の例しょかなみたいな感じでね。行かないでしょ ?1 回では断られたら <laughs> じゃあいっかってなるでしょいやいやいや。<laughs> 3回も成瀬さん行かないでしょあそこで読んだ時みたいに3回やろっ,つって。なんないでしょ同じ記事3回書いて2試合ですってなんないでしょちょっと、夏目さん惜しい人間だけど、泣きながら切るかみたいな。<laughs> やっぱ三国飛からやっぱ学んでますね、いろいろね。本当に、そっか、うん、なるほどね。 うんまあ、結構僕歴史好きだから三国志もそうだしあとローマ人の物語でも好きですねああはいはい新潮文庫でもう数十冊出るけど、うん、あれ一冊読んどくとやっぱ、まあ、三国志に似てるんだけどヨーロッパ世界における、まあ、あらゆる教訓が詰まってるとカエサルのところからもうはい、はい、あれは本当壮大な話ですね今も続いてるのかなまだ僕もあれも一回当時で読んだんですけど なんだっけその漫画昔おすすめしましたよねその辺の時のそ,それはもう小説ですね、完全にね小説なのかな小説と言っていいのかなあれはあいやいや、小説もだしなんか成美さんに僕勧められて読んだよあ,あれだわなんとかの戦いカノッさか、あのっさ戦い出てくるやつ確かかのっさの屈辱でしょそれかのっさの屈辱かのっさの中辱だけどなんかのっ中世だけどなんかなんだっけ塾の生徒におすすめの歴史漫画ありませんかって言われてあそう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 で「三国志とか あと、風雲寺たちとかおすすめしたかな、はいはい、江戸時代の。あれもおすすめなんですけどね。えー、ちょっとその辺、詳しくなりたいな、僕。うん、三国志とか、その、何、幕末とか。幕末だと風雲寺たちが最高ですね。えー、その辺でも一回読んどくと十分。いい感じいい感じ。いい感じ <laughs> なんだっけ、水古伝も僕、じゃあ、蒼天航路か。漫画で蒼天航路もちょっと読んだけど。うん 蒼天コールはあの三国志のね早々サイドだから、うん、かなり異色の作品なのでね、うん、あの歴史の流れは追いづらいと思うんだよねえっ床を見捨て三国志は三国志の時代の流れを追いやすい,はい、はい、書かれてる書き,や書き方がね今 Kindle で風雲児たち僕初めて見たけどこれ20巻あんのうんあ,<ー>あのねおっきなおっきな版大きい版というかデラックス版みたいなやつが、うん、もっと ままととっったやつが売ってると思うへえあの「スラムダンクの完全版みたいなやつあそうそううん風雲児たちはあの江戸時代幕末あたりの,の楽しい,い楽しいこれそう超楽しい一人一人すごい掘り下げてんだよねへえ<ー>ジョン万次郎とかってさアメリカに行っちゃった人いるじゃないですかうんあのレベルからさらに細かいところまでねきっちり掘り下げるところが面白いですねえ幕末編と2つある普通のやつでいいの 普通のやつからスタートした方がいいです歴史体はギャグ漫画って書いてあるけどうんあのた,またまにきついどうでもいいギャグが入るんだけどうんそれがいいへえ<ー>この間作者がついに完結することなく,なくなくなってしまったんですよそうなの風じ、うん、たちだから、うん、幕末編が完結しないんじゃないかなあそうなんだ、うん、なので信長を殺した男とか三国史とかローマ人の物語とか風じたちとか その辺はね、うん、どれも間違いない作品ですね。へえ、少し興味が出てきました。うん。そう、源太郎先生ね、封じたち。ギャグシーン書かなければ、カートゥーン、完結しちゃうと思うんですけどね、うん、この人、すごい変な、昭和のダジャレ大好きで、そこに無駄なページ書きすぎたなって気がするんだよな。ほう。じゃあ、ぜひね、ちょっと僕も含め、歴史についてみんなで詳しくなるといいかもしれないですね。うん